こんにちは、フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日はですね、ダバオ市にあるホテルの様子をですね、見ていきたいと思います。夜の方が明かりでどれぐらい人がいるかっていうのとか、営業しているかっていうのが分かりやすいと思うので、もう夜になってますけれども、これからですね、ダバオにある、まあ全部とはいかないですけれども、まあダバオに来たことある方でしたら、聞いたことがあるようなホテルを調べていきたいと思います。こちらは今、ゴーホテルというホテルのそばにいます。こちらから始めていきたいと思います。ということで、こちらゴーホテルというホテルですけれども、明かりがついていますが、先ほど入り口に行ったところ、patient only、患者さん専用と書いてあったので、以前新聞にも出てたんですけども、こちらコロナ感染者もしくは疑いのある人、のためのホテルとして開放されているようですね。なのでロビーには一般用の受付もなく、今夜といっても6時過ぎぐらいなんですけれども、人が1階に誰もいない状況です。ただ電気が全体的についているので、中に人は暮らしているような雰囲気はありますね。こちらゴーホテルの入り口です。ペイシエントエントランスオンリーとなって患者さん専用となっているので、やっぱコロナ患者さん用のホテルになっているみたいですね。はい。ゴーホテルです。なので一般には開放されていないようですね。受付等も特に今は人がいない状況になっています。はい。というわけでここはコロナ用のホテルと今なっています。こちらはグランドリーガルというホテルです。ダバオの中でも結構古い方のホテルです。入り口は電気がついていますが、客室はこのように真っ暗になっています。先日の、ダバオのニュースでこちらはもうクローズされたという報道がなされていました。中にはカジノもあり、カジノを楽しむお客さんもいらっしゃいました。こちらに、カジノフィリピーノと書いてありますね。そのカジノも今では閉まっています。こちらはパークインというホテルですね。客室、ちらちらと電気がついています。以前は真っ暗だったんですが、営業しているようですね。ロビーにも電気がついていて、入り口にガードも警備員さんもいるので営業しているようです。客室 1,2,3,4,5,6,7 室電気がついているので営業してますね。こちらは SM ラナンというモールにこうやって、通路がありまして、2階からの通路で併設されています。こちら SM のモールですね。もうちょっと行くとSM ラナンというモールです。はい。そちらに併設されているパークインというホテルです。こちらはホテルアカシアというわりかし新しいホテルですね。こちらも中は電気がついていますが、客室を見ると一切電気がついていません。なので営業していませんね。アカシアというホテルです。こちらは JP ローレル沿い、ダバオ市のメイン通り、大通りにある、ホテルの一つで、レッドプラネットホテルというホテルですね。客室に明かりはあまりありませんが、営業はしているようですね。ここから見える範囲で2部屋、3部屋ですね、明かりが確認できます。で、ロビーも明かりがついていて、営業はしているようです。ただ、客室に明かりはわずかしか出ていません。こちらはセダホテルというホテルです。玄関明かりがついていて、レストランも明かりがついて人が入っています。そして客室もちらほら明かりがついてお客さんが入っている模様ですね。日本国総領事館からも歩いて近い距離にあるセダホテルです。そしてこちらはアブリーザというアヤラ系のモールのそばに隣接されているというのもあり、とても便利なところですね。こちらアブリーザモールです。に隣接されているホテル、セダホテルです。そして
近くにはコンドミニアムもあります。こちらはまあコンドミニアムなので人が住んでますね。こちらがアブリーザモールですね。そしてコロナの注意事項が看板で書いてあります。そしてセダホテルです。アブリーザ、アヤラ系のアブリーザモールに隣接されています。セダホテルです。こちらはかつて安倍首相がダバオにいらっしゃった時も泊まったマルコポーロホテルですね。ダバオでも格式のある古いホテルなのですが、昨年クローズいたしました。大きく報道されました。で、非常に多くの人が残念に思っているというコメントも SNS 上で発せられていました。こちらロハス通りですね。かつては市場がこちらにあったのですが、今はロハスナイトマーケットも営業されていません。はい、客室には全く電気がついておらず、マルコポーロホテルはクローズしております。ダバオにはいくつかロータリークラブもあるんですけども、そのあるロータリークラブのミーティングとかですね、もうこちらで行われていたり、各国の首脳会議もこちらで行われていたりもしました。非常に格式のある有名なホテルだったんですけれども、コロナの影響でクローズせざるを得なくなり、昨年2020年にクローズしました。マルコポーロホテルです。いや、いざこうやって目の前にして明かりがついていないのを見ると本当に残念に思いますね。こちらは G モール、ガイサノモールの隣にあるピナクルホテルですね。こちらも客室は電気がついていませんね。そして入り口ら辺もここから見えますが電気がついていません。営業していませんね。ピナクルホテルでした。ウォーターフロントインシュラーダバオホテルに来ています。入り口にはドテルテさんのパネルがあって、一緒に写真が撮れるようになっています。このように入り口で QR コードをチェックしています。今来たばかりですけども、ちょうどお客さんが入ってきたところですね。フロント、ここはいつもは本当にお客さん多くて、ここロビーは人で溢れている状態なんですが、今は人がほとんどいない状況です。ウォーターフロントインシュラホテルの中です。レストラン開いていましたね。で、このように飾りがあったりとか、ピアノ演奏があったりと、雰囲気のいいホテルです。こちらラブというモニュメント、そしてこちらはイベント会場にもなっていましたね。まあ、ホールといいますか、外の体育館みたいな、場所となっています。そしてこちらダバオというモニュメントですね。こちらもあれですね、安倍首相がいらっしゃって時に、会場として使われていましたね。この辺りでドリアンを食べたり、フィリピンイーグル、国鳥、フィリピンの国鳥の名前を名付けたりとか、そういうことをされてたと思います。こちら結婚式とかも行われて、私の友人の結婚式もこちらで行ったことがあるんですけども、今やっぱ人が少ないですね。こういったプールとかもあって、いい感じのプールで、ヤシの木があって、南国の雰囲気が味わえるホテルとしてダバオでは人気のあるホテルの一つとなっています。あちらがプールで、プールが見える部屋として人気のある部屋があちらにあるんですけども、もう真っ暗ですね。人が泊まってやっぱいないですね。さっきロビーにいたらお客さんちらっといましたけれども、レストランに、あとプールにいらっしゃる人もいるので、少しはお客さんいるんですが、やはり部屋の様子を見てると全然お客さんいない状況になっています。営業はしています。はい、明かりがあるとこなのでちょっと自分も映しますけれども、こちらインシュラーホテルの中ですね。で、今暗くて見にくいですけども、実はここすぐ海辺となっていまして、はい、あ、ちょっと見えますね。夜なんで見にくいですけど、波がちょっとこちら見えますね。朝とか、まあ昼間は本当に綺麗に海が見えて、あちら側がちょっと明かり見えますけど、サマール島になっています。船で10分ぐらい行くとサマール島に着くんですけれども、今サマール島に行くのも行けないことはないですが、もうビーチも閉鎖されてるとこも多いですし、サマール島もリカーバン、お酒の販売禁止、
が、実施されていまして、カーフュー、外出、夜間外出禁止時間もやはり9時とダバオ市と同じように設定されています。こちら、あちらに船が止まっていますね。ちょっと今雷鳴ってますけれども、本当に雰囲気のいいホテルですね。ウォーターフロントインシュラホテルの一角です。ちょっと番外編でウォーターフロントインシュラホテルのトイレに入ってみましたので、なかなか見れないと思うので、なかなか撮影できないと思うので撮影してみたいと思います。まあ綺麗めなトイレですよね。はい、このように綺麗なウォーターフロントインシュラホテルのトイレでした。こちらはドゥシット谷というマニラにもありますけれども、ダバオではおそらく今一番高級なホテルになってるんじゃないでしょうか。そのホテルです。結構明かりが側面から見ると客室についてますね。当然営業していて、お客さんもそこそこ泊まっていそうな感じがありますね。今ホテルの敷地外ですけども、真下側面から撮っています。ドゥシット谷ホテルでした。ダモサのこの大学の隣にすぐあるマイクロテルというホテルですね。こちら明かりがついていて、警備員さんも入り口で立っているんですが、一部屋だけ明かりがこちらから確認できるので営業している模様です。お客さんがいるようです。ここもまあ大学の隣で、あとこちらすぐここがマクドナルドになっているので、ここも便利な場所ですね。 SM ラナンというモールにも近いです。そしてこちらフードコート、便利な場所にあります。マイクロテルというホテルです。営業しているようです。こちらスモーエイジアというホテルですね。独特な名前のホテルですけど、電気がついているのでやっていますね。客室の様子は確認できないのであれですけども、営業しているようです。ちょっと番外編で、レストラン情報ですけども、かつてはここ日本食レストランのお店が結構あったんですが、今は味わいどころ姫フードダイニングっていうとこと、飛ばして武蔵ですね。あとは日本食レストランなくなってしまっています。ベトナム料理屋さんがありまして、こちらスモーエイジア、スモーアジアというホテルの隣にレストランがこのようにあります。はい、というわけで帰ってまいりました。ダバオのホテルいかがだったでしょうか。ダバオにいらしたことある方は懐かしいと思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。またですね、ダバオに早く来られる日が来るといいですね。夜だったので少し見にくい部分もあったと思いますけれども、ダバオのホテルの様子をお伝えしました。私の動画ではこのようにフィリピンやダバオの情報についてお伝えしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。